ベールジングルベールクリスマス、よしクリスマスっぽいもの作ろう。できた、ただの暖炉と見せかけて、ペケロンオープン、隠し扉だ。レッツチョイテク。まずは地面を掘っていこう。横から見るとこんな感じ。手前から深さ2マス、3マス、2マス、3マス、4マス、5マス、5マスと奥行きは7マス分掘るぞ。この先はお好みで道を作り、隠し部屋につなげておくよ。続いて吸着ピストンを2個上向きに置く。さらに横を深さ2マスでこのように掘る。ここは1マス掘って階段状にしよう。その穴にレッドストーンを敷いていく。ここの3マスをレンガブロックで埋めよう。この位置に発射装置を穴向きに置き、その後ろにレッドストーン反復装置を置く。ここにレンガブロックを置こう。レッドストーンを反復装置の後ろまで通す。さらにここにレンガブロックを置き、レバーを貼り付けよう。穴の場所から先ほど置いたレンガブロックを見て吸着ピストンを置く。その上にもう一個吸着ピストンを置く。その先にレンガブロックを2個置こう。発射装置の中に火打ち石と内金を入れる。穴の中の吸着ピストンにはこのようにレザーレッグと鉄格子を1個ずつ置くぞ。ここで一旦テスト。レバーを操作し、このように火がつけば正しくできているよ。ここからは外装を作っていくぞ。まずはレンガをこのように置く。手前側はディープスレートレンガを2個ずつ置こう。その上にはディープスレートレンガの階段を逆さ向きにこのように置く。左右や上はレンガブロックで壁を作り、装置を隠そう。後ろ側はこのようにレンガを置こう。一旦レバーをオフにして暖炉の中を見てみよう。奥側と左側に隙間があるので、ここもレンガで埋める。その先の通路はお好みで壁や床を変えよう。これで完成。レバーを操作すると自動で暖炉が灯る。もう一度レバーを操作すると暖炉の壁が動き、隠し通路が出現するんだ。メリクリ。みんなもぜひ作ってみてね。あ、サンタさんが入ってこれるように煙突つけなきゃ。へえ、できた。あ、でもこんな狭いところ入っていけるかな。大丈夫かな。